あなたはこんな体験をしたことがあるでしょうか。夢ともうつつともつかないこんな体験を。昭和51年から TBS ラジオで放送されていた番組、関東一円の夜を恐怖に陥れた夜のミステリー。人形なんです。髪の抜け落ちた血だらけの頭をした人形なんです。昭和の伝説的ホラードラマを現代的な手法で新たに制作。あの穴絶対覗いちゃダメだよ。え、なんで？向こうも穴からこっちを覗いてたんじゃないかって。もういいから電気消して。あの部屋絶対に戻っちゃダメだよ。ちょっとやめてもらっていいですか。ねえ、というわけで私たちは今千葉県にあるホテルに来ています。とここはもう数年前殺人事件があったって言われてるって言われてるっていうかさ、ニュースで見たよね。大丈夫大丈夫、誰もいない。あー、令和版夜のミステリーシーズン1、監督・脚本三宅龍太、声音丸橋亮介、効果小山秀夫、ホラーの匠が手掛ける音声ドラマの新境地、オーディオムービーシリーズでただいま配信中。もしもし、向こう。なんで？もうダメだ、ダメちゃん。ねえ、マミちゃん。ダメちゃん。マミちゃん、どうしたの？体が綺麗だったから。ねえ、マミちゃん、やめてよ！オーディオムービー。